道着着たまま行きますか。カイさん、道着着たまま行きますかね。いいっすね。道着をどういう風に使っていくのか。でも道着がデメリットになる部分もあるんじゃないですか。ありますよ、掴まれやすくなりますからね、はい、ただ道着を使って掴んだりとか、はい、締めたりっていう技もできるんですよね。ただこの短い時間でできるかどうかっていう問題はありますけどね。大沢さん、またなんか新たなものを我々目撃しそうな予感もありますね。もうこれは2人のキャリアがくっきりと違いが鮮明です。そうですね、これ本当にオメガ選手がどういうふうに入っていくかでしょうね、はい、さあ試合始まりました。組んできた、いきなり組みました、ゆとりスタイルオメガ柔道家で す, そうです、ね、下からクロスガードという展開になりました。いやこれはすごいです。いや早いな、やっぱり早い。殴ってくる、これバランスを崩した上になるサイドポジションです。殴る。大沢さん、2人とも力を入れますね、はい、また組んだ。あ、やっぱり捕まえたら簡単な話します。これが柔道家、離れる、追いかける、1分だから、はい、これもやりますね、うん、殴り返す、そっちも、いいの入った、逆に、捕まえた、やはり柔道です、捕まえて倒す、プレーがかかった、おお、また倒した、とにかく倒し続けます、ゆとりスタイルオメガ、上になる、殴る、おお、立ち上がりました、ここでゴン。やっぱり大沢さん、誠一郎は寝かされると苦しいですかね。で、倒したらやっぱパウンドなんですね。判定、やっぱり締めじゃないですね。勝者、青、ゆとりスタイル、ゆとりスタイルオメガ、判定勝ちです。カイさん、今のキックボクシングと柔道の対戦、どうご覧になりました。いや、やっぱ投げが良かったですね、投げとパウンドが良かったですね。改めてブレイキングダウンのこのルール難しいですね。その打撃だけじゃダメだし、はい、やっぱり総合格闘技的な、なんか全部ができないとダメだねっていう感じですよね。何か一個だけじゃダメだと、今の展開にされちゃったら打撃できないですからね。そうですね、完全に立ち技、打撃を封じたと言ってもいいでしょう。ゆとりスタイルのオメガ、判定勝利を飾っております。マジで飛んだ。さあ試合は